ナミさんお疲れ様ですいやライフプロデュースアカデミーその他ま真、あ、姫大学ええー、活躍中ですねお問い合わせもあったみたいで多分これ購入のご希望だと思いますんでそのまま2023年をライフプロデュースアカデミーで共に過ごす仲間ができたということなんじゃないでしょうかいや私から見ましてもねナミさんとはもう10年のお付き合いですからね10年以上のおき合いでもうさまざまなものをくぐり抜けて生き残ってきた お互いいまあ戦友みたなな感じなんですよねでポットでで1年目2年目で試しに何か塾を販売してみたというのわけが違いますからもう筋金入れてこれで生きてる人ですからねそれも私も一目置く二目置くそんなナミさんがライフプロデュースアカデミーって言って今までのもう総括をするようなね、まあ、ビッグプロジェクトをかけてきてるわけなんですよ。いいいやこれにはなかななかか気合を感じるんでまだ値段もいってない 内容もまだね十分お伝えしてない段階でやりますって言った人がいるのはまあなかなかね見る目があるなというところでございますいやまあね間違いないんですよ、まあ、そもそもね何か塾を買うっていうのは値段いくらかな自分にもできるかないつからかなっていうふうのばっかり先に立っちゃってもう、ね、警戒と躊躇の、まあ、なせる技なんですよねでもそういう警戒と躊躇があまりにもね 身長を通り越しておくようになっちゃう人って結局行動する前に立ち止まったり考えたりしがちなんですよ。違うんですよ。やるんですよ。何でも。自分の開けたことのない扉を開けることによって未知の自分が見えてくるわけですよ。で、その結果ね、未知の自分が見えた結果この道じゃなかったかなと思えば修正が早くできるじゃないですか。でも躊躇して怯えていると修正とか それから方針変更っていうのがどん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 先送りになっちゃうんですよね。まあですんでね、今、ライフプロデュースアカデミーの主催されてるナミさんが、入ってください入ってくださいって言うってことは、それなりの責任が持てるということだと思いますんで、ナミさんのライフプロデュースアカデミー、まあぜひね、もう今のうちに、もう先行で申し込みますみたいなね、しといていただけばいいんじゃないかなと思います。まあ後で気が変わったらね、すいません、あの時はこういうふうに言ったんですけども、もうずっと考えさせてもらっていいですかみたいなね。 えー、そういうのも全然信頼関係を壊すことにも何もなりませんからむしろですねまず手を挙げるってことが大事なんですよまず手を挙げるね学校のクラスルームでも「この問題分かる人」っつって分かってるのに手を挙げなかったですよこうやってね違うんですよ分かんなくてもまず手を挙げてみるそれがアクションなんですよそこから全てが始まるんですよそして手を挙げて当たる前にいろいろ考えていけばいいんですよねで当たって「分かりません」って言ったら笑いが取れるじゃないですか ですんで、ですすみんななと同じになっちゃダメですよ。自分にしかできない自分でいることが大事です。ライフプロデュースアカデミーではそんなあなただけの人生のサポートをしてくれるんじゃないかなと思いますよね。私からも太鼓判を押させてもらいます。ねえ、なみさん。では、お疲れ様です。ありがとうございました。